はい、皆さん、こんにちは。今日は、ポルシェ911カレラの中古車市場動向調査、2023年5月調査、関東エリア版のお時間でございます。はい、お待たせしました。中に入る前にね、チャンネル登録をぜひともお願いします。では、トピックスに行きます。はい、今月のトピックスね、5つ挙げてあります。まず一つ目なんですけれども、現行の救急に、2つ目が救急1の前期工期ですね。 3つ目として997の後期そして4つ目として996の前期最後に空冷の964と993を挙げてあります中古車科学の注意額に入る前に基本的なデータの説明をしております まず、開始は2016年の1月1日から終了が2023年の5月31日までですね。入っているものはベースのカエラー、のカエラーになっていて、参照元は皆さんが見ているようなカセンサーとか一般の媒体ものを私が目視して、このデータに入れているものになっています。では、中古車科学の水グラフ見ていこうと思います。はい、では中古車価格の水グラフ見ていこうと思いますはいでは中古車価格の水グラフ見ていこうと思いますこちらもグラフの説明を毎回していますが、縦軸は価格です。 横軸は1ヶ月ごとの変動が分かるようになっていて、各タイプごとに色付けしてあります。今月は上昇したもの、加工したもの、変動がなかったもの、それぞれあるので、それぞれ見ていきます。まず上昇したものが3つありました。まず992の現行それから991の後期、それから996の前期、この3つが上昇しておりました。はい。で、次、加工したものですが、加工したものが4つあります。 えっと991の前期最終 n ネですね。それから997の後期。それから空冷の993と964。こちら4つが格好という形になります、はい。タイプによっては結構大きく下がっているものもあったりとかしますね。で、最後に変動がなかったものですね。が2つあって、997の前期と996の後期。この2つのタイプが。 変動がなかったものという形になっていました。ではね、各タイプごとに細かく見ていこうと思います。はい、ではね、各タイプごとに、ね、細かく見ていくんですけれども、グラフの説明をね、毎回していますが、今見ていただいたグラフに左と右で表現を書いてあります。左側は蛍光線ですね、えー、を載せてあるものは左側ですねで。右側については蛍光とかではなくて、これ外すと出ていくんですが、過去の中古車庫ね、 元に1年ちょい先の中古車価格を機械計算で予測するみたいなのこの辺になっています。なので、この辺はね、正しいとか正しくないとかっていうのは、度外視し,したあくまで参考で見ていただきたいという箇所になっています。では、各タイプごとに見ていこうと思います。はい、救急院の原行から見ていこうと思います。救急院の原行については大幅な上昇ですね。先月1460万の5万6000キロ、ね。 5万6000キロというのは、ね、過去最長の、ね、走行距離になりますので、えー、1460まで落ちていたという状況なんですが、こちらの答え売れましたので、えー、1639万9000、ね、走行距離で言うと1万5000キロというところまで戻ってきましたと、はい。今回ね、大幅な戻ってきたということで、機械計接続、ね、こちらについても、えー、1530というところで、まあ、平行線ですね、えー、維持するという形で、 えー、加工に入っていったんですけどね、先月までね、が微調整入りまして、えー、1530のところで維持するんじゃないかという形に変わりましたね、解決策がね。はい、でね、えー、1月からね、4 4 2、3、4とところまで、ねまあ、納車ラッシュが続いててね、まあ、生産状況が大幅に改善したよねというので、 価格もね、えー、下がってきたねというところで、ねまあ、在庫までてしたしというところだったんですが1639万9000円というところでねこれ1万5 0 0 0キロなんだよね。うん、で去年の12月が、まあ、1700の1万キロというところで、ねまあ、ちょっと、えー、ピークというかなこの半年間でいうと一番高いところにあったんですけどここで1万キロなんだよね1 7 0 0というところで。 でこれ、今の答えね、1万5000強で1639、まあ1640なんですけどね、これ1万強だったらほぼほぼ1700ぐらいでしょっていうところで、相場感的に言うと戻ってないかっていうね、えー、説があるんですが、まあそうね、多分戻ってきてるよねみたいな感じはすると思うんですよね。在庫状況もね、今、20台ありましてね。 でこの去年の12月の1700ってところの時は9台しかなかったんですよ。半分ね、在庫ね。えー、まあ、在庫の数で言ったら、もうその倍あるのに、えー、値段は同じくらいの相場を維持しているというところなので、うん、まあ、巷で言われているようにね、中古車市場の、あのー、ブバブルがはじけたみたいなことを、まあ言わ、言われてると思うんですけど、えー、こと、救急医の現行については、うん、 どうなんだろうっていうね疑問符がついてるなっていう感じですね。戻ってきちゃったねっていう感じなんですよね。今のところ見ると。うーん、そうね。ただ、あのこの前ね、保守センター行ったんですけどあの、後期がね、どうやら年末ぐらいに何か動きがありそうみたいなね。救急の後期がね。でね、去年、あれだね、来年あたりに、えー、動きがまたありそうみたいな、あ,あるんで、半年先は全然読めないんですが、 あ一体今の状況を見るとなんか戻ってきたねっていうような状況にはなってるよねっていう感じですね。救急現行人は全く読めないんでねまあとりあえず数字だけを見ておくとそういう感じに動きになってました。 はい、991シリーズンは,いシリーズはね、前期と後期で動きが分かれていますね。赤い方がが、ね、991の後期回路ですね、ターボチャージ回路です。オレンジ色の方が前期の、ね、最終エネになっていまして、まず後期から見ていきますが、後期は、ね、先月999万の4万2000キロということで、こちらの個体が売れましたので、1068万の2万6000キロということで、上昇しましたと。はい、これ、先月お伝えしていた通りですね。 はいえー、っと在庫でいうと、ですね今、30台ありまして、在庫数は全タイプの中で一番多い在庫を抱えていますが、一番売れていると、今月も15台売れていて、ナンバーワンということですね、先月から状況は同じですと、機械決算予測についても、上昇の方にね、少しずつ上がっていきますよねっていう、機械計算予測が出ていて、これも先月と変わっていないというところですね。 電気の方ね、最終 n ネのほうについても、先月お伝えした通りね、同じ個体ですけど、これ、680万の13万キロが売れなかったので、値段を下げて610万ですね、走行距離は13万キロ、同じ個体なので、は下げてきたという状況になっていました。最終 n ネのね、期気については、在庫数が20台ありまして、 まあ後期に比べればね在庫少ないですけれどもえそうですね在庫水準でいうと多いですよねとやっぱり20代超えてくるとは多いよねっていうので価格はどうしてもダブつくダブ付き始めるっていうところなんで下がっていくよねっていうとこになるんですがえこちらについてはね先月もお伝えした通りねこれがまだ売れないということなんでん過去最安値のね 598万の9万キロというのがあったんですけど、まあ、ここを押したままって、550くらいまで下げないと売れないのかなとかね、えーまあ、そこに向かっていくまでにね、うん、海外勢の方々がここに目をつけて買っていくかとか、まあ、そういう動きがない限り、ちょっと売れないのかなという気はしてますねと。うん うんでまだね、最終 n n についてはその海外勢の方が入ってきてこ、ねえー、10万キロとか8万キロのところが売れてガサッと売れていかないかぎり、ねこれうんまあ、500万台に、ね、突入する可能性はあるなとで機械決算予測についても、ねえー、1年ちょっ先ですけど570というところまで出てますので600割る可能性は非常に高いですというところになりますかね。 はいではね、次、997シリーズ見ていこうと思います。997は、ねえー、後期と前期で、えー、動きが違いますと。で後期の方ピンクの方は、ね、後期で、えー、紫色のほが前期になりまして後期、ね、今回大きく下がりましたと。はいえー、先月が638の7万9000キロということで、えー、この答えまだ売れていませんが8万6000キロということで0位差さので,で558というところまで下がったと。 いう形になりましたでもこ個人的にね後期ねあのー、これ上昇数に行くのかそれから下降に行くのかどっち行くのかっていうのがすごい楽しみだったんですがうーんそこ距離ね、まあ、8万6 0 0 0キロということで、えー、出てる物事駅さんでうんまた戻っちゃったねっていうところに行っちゃいましたねと。 えー、まあ上にねまたね700万のところをね狙っていくのかそれとも下がるかってところで、えー、上行ったら面白かったなと思ったんですけど、まあ、下がっちゃったなっていうのが <laughs> ありましたねと。はい、で、えー、前期の、ね、方は動きがないですねと。はい、在庫的に言うと今11台ね、えー、ありまして後期も11台あるんですよ。で、まあ、前期後期同じ台数があってという状況なんですが。 後期についてはもう落ち着いてきたねと。というかもう戻っちゃったねというところですね。全期については価格が大きいんですけど、少しずつ在庫、うん、減っててね。えー、一時期去年は打物してたんですけど、今そのダブ物期は解消されていて、えー、ただ価格はずっと変わらないという形ですね。少しずつ在庫減ってるんですけど、うんまあ、ここはね11台ですけど、えー、これが 10代切ってきてね、えー、まあ5代とかになってくるとまた価格変動起きてくるかなと思うんですけど、まあそれ待ちっていう感じかな、997の前期についてはね。はい。はい。ではね、次、996シリーズ見ていこうと思います。えー、黄色い方が996の後期で、緑が前期で996、ね、の前期になります。 で後期は動きがなくて前期の方が大きく戻ってきたという形になりますね。えー、先月197万の11万キロという答えがありましたが、こちら売れたので277万5000円ですね。4万6000キロという答えで、これ2023年1月にあった答えですけど、まだ売れてないので、この水準まで戻っていきたいよというところですね。えー99 6のね、前期についてはね、このダイナミックにこの変動しますよね。こう、うん、先月4月もそうだし、えー、11月も、ね、一旦ね、ドーン下がったんですけど、また戻ってみたいなね、そういうダイナミックに変動する、ダイナミック996みたいなね、<laughs> いうような感じで、えー、大きく変動しますねと。うん、で、機械計算速度についてはね、えー、先月もお,お伝えしましたが、変わってないですと。えー、両方とも2つともね、えー、前期後期ともに上昇していくでしょうという形になりますけど はい、えー、ポルシェ本国ね、今ね、996の、えー、プロモーションというか、今控えてますが、まあ、そのうちまたやってくるんだと思いますね。えー、なので、996の底上げですね、は、多分今仕込まれてるんだと思うんですけど、そこは、まあ、確実にやってくると思われるんで、この機械決済予測も、まあ、ほぼほぼ同じこの、ね、動きをしてくるんではないかなというのが、996ですね。はいではね、最後に、空冷の993と96を見ていこうと思います。が 薄い青が993ですね。濃い青が964です。はいでは下げ幅が大きかった993から見ていくんですが、993ね、先月928万の5万9000キロでしたね。で、これが850の9万7000キロ、まあ、10万キロ近いということですね。答え出てますので、まあ、当然下がるよねっていうところで下がってきたという形になってます。で、964の方が、 まあ下げてはいるんですけど、そんな大きな下げではないですねと。えー、先月、878万の10万7千キロ、同じ個体ですね、これね、えー、が849万の10万7千キロということで、まあ、ちょい下げっていう感じですかね、売れないということで、えー、下げたという感じになってましたね。うん。まあ99、993964ともね、下げっていう形にはなっていますが、あ両方ともね、 3月が過去最高高値という形になってましたかね、それぞれね。なんで、その調整という形かな。で、今、下げているという形になるかなというところですね。在庫状況をね、あの最後でお伝えしますか、ハンドルミッション在庫数のところでお伝えしますが、少しね、3月のように枯渇だよね、状態だよねっていうところから少しね、在庫も戻ってきていますので、まあ、その辺のところも、在庫状況と兼ね合いで少し下がってきたというところですかね。 はいあー。ではね、次、タイプ別のツインマップを見ていこうと思います。こちらね、3つのグラフを用いて説明していきますが、まず、この棒グラフは何を見ているかというと、新しいタイプから古いタイプに行くに従って、価格が安くなっていくんですけれども、ここに空冷がいるんで、空冷プレミアついて高いなってわかるのが、この棒グラフですね。 でこの棒グラフの一番上ですね、てっぺんが最高価格で、この赤い線入っているところが最低価格なんで、最高と最低の開きがどのくらいあるのかなっていうのもわかるのもこの棒グラフになっています。で、この赤い線ね、えー、ところの最低価格で並び替えているのはこのツリーマップというやつで、濃い赤から薄い色になるにしたがって価格が安くなってきます。 でこの下にあるね丸っこいこのグラフは何を見ているかというと縦軸は平均走行距離で横軸は平均価格で各タイプボートに、ね、サンプル図っぽく作ってあるのがこのおまけのグラフになっています。 で今月変動があったところでいうと、このツリーマップの991後機のターボチャージかーですね、こちらが上昇してきた、先月999万だったんですが、今月が1068万なんで、えー、先月3位だったんですけど、今月2位になったということで、ここは変動が発生しましたと。あとは明日ね、ここも全部変動がした発生したという形になってました。 はい、えー、他に変動はないんですが、えー、マニュアル見たいという方がいらっしゃるんで、マニュアル絞ってみるんですが、今ね、TPDK マニュアル、一触単なんですが、マニュアルだけに絞ってみます。えー、今月ね、マニュアルね、少しちょっと在庫増えたねって感じしますね、各体ボートにね。はいえー、では、各体ボートに在庫数見ていきますが、あまず、991の後期ターボチャージ改良は2体ですね。えー、一番上が1410万、一番下が1388万ですね。はい えー、救急中の前期ね、最終年なんですけど、こちら増えましたね、4台まで増えましたよ。で、一番目が1300で、一番下が1080と。はい。救急の,の後期ね、1台あって980ですね。これ先月からありますけどね。はい。で、救急の,あの前期も3台あって、一番目が699で、一番下が565。996、えー、ね、後期が3台あって、一番目が568で、一番下が350。996の前期も1台あって、えー 万ということで,す、ね、で、クレーに入って、ここから一番多くなるんですけど、救急さんの後期ね、2台あって、一番上が1680で、一番下が1650ですね。で、救急さんの前期ね、3台増えましたね、これ、ね。で、一番上が1580で、一番下が1480ですね。それから、96 4の後期も2台あって、 で一番上が1980で一番下が1780と964の前期も2であって一番上が1400で一番下が1350というところでね、えー、マニュアルね、まあ、少ないは少ないんですけどそれぞれねちょこちょこっとね増えてきてるよね出てきてるよねっていうのが今月だったのかなという気がしますねはい,はいではね次ハンドルミッション在庫数を見ていこうと思いますこちらね上と下で表現しているものが違うんですけれども上はね右左ハンドルの色分けです 黄色が右ハンドル、緑が左ハンドルなんで、古いタイプはね、左ハンドルが多いねっていうのが分かるのが上になってます。下はミッションです。テーブ p d k マニュアルの色分けで、赤がマニュアルです。青がテーブ p d k なんで、マニュアルが安くないねっていうのが分かるのが下になっていて、 の丸の大きさが在庫数を示しているんですけど、丸の真ん中に在庫の数を入れてあるのが下になっています。で今月の特徴なんですが、991後期ターボチャージ回覧の在庫が、ね、一番多いということで30代になっていますと。まあ、各タイプの中で一番最大の在庫が書いていると。でその次に多いのが、991の前期の20代と、992の現行ですね。それぞれ同じ台数20代になっていますねと。はい 997シリーズ、ね、前期後期ともに11台あるということで、997の後期については9台から11台に増えていて、997の前期については13台から11台に減少というところですね。はい、996についても前期後期でちょっと動きが違うんですが、996の後期については5台から8台に増加ですね。前期については10台から6台に減少ですね。はい で、九くれね、ここ993と964ですね。こちら、あの、ちょっと味方に注意が必要で、えー、科学開示しているものしかここでカウントしてないですと。はい。なんで、えー、アスクね、科学非公開に基づいてはここでカウントしていないんですが、あ実際はもうちょっとあるんですけど、科学開示されてない答えはカウントしてないですと。はい。ここで反応は科学開示されているものしかカウントしてませんと。はい。その注意点があるんですけれども、 えー、993の,99の前期については8台まで、ね、増えましたねと、うんえー。3台から8台に増えた、ね。5台増えたといいますかね。964の後期については2台から3台に1台増えたと。964の前期については7台から6台に1台減少という感じですね。まあ、各タイプごとバラバラな動きしているって感じですかね。最後にエリア別の在庫状況を見ていこうと思います。 はい、こちらね、最後の楽しみですが、えー、今月売れていたタイプトップ5を紹介しますよ。はい、ナンバーワン1、991後期ターボチャージカイラー、15台、えー、ぶっちぎりですね、今月も。はい、先月から連続ですね。はい、ナンバー2が、991の原稿ですね。えー、7台ということです、ね、半分以下になっちゃいますけど、7台ということですね。ナンバー3、991の原稿が最終円でですね。 えー、が6台ってことで,す、ね、で4、ナンバー4が997の前期で、えー、5台ですかね。はい、で、えー、と5に入ったのが996の前期で4台という形になりますね。えー、色全部別々ですけど。はいという形で、えー、ナンバー1ね、えー、991ターボチャージカイがぶち切っているっていうのがあ、まあ、引き続きという形になりましたね。 はい、でエリア状況ですがこちらナンバーワンが東京変わってなくて22台売ってましたねとで今月は2位3位変動ありますよと、えー、2位が埼玉8台で3位が千葉ですよとはいなんで神奈川が交代しましたねっていう感じですね、うん、埼玉なんでこれ一いきなり増えたのっていうところで言うとうんそうですね新しいお店できてそここがちょこっと と販売強化してるなっていうのはちょっと僕は気づいてる点かなっていうところですね。うん、うん、っていうところですかね。はい。えー、神奈川ね、引き続き頑張っていただきたいなと思いますが、はい、えー。以上ですね。えー、ポリシェ911カイの中古車市場動向調査あ2023年5月調査関東エリア版でした。はい。面白かったと思う方はグッドボタンと高評価ボタンでアクションしていただいて、 まあ、チャンネル登録ね、してない方は、ぜひともチャンネル登録をしていってください。以上となります。